いや、オフ会ですよ、オフ会。いや、まずミンドとの戦いですよね。まずはミンド。まずはミンドなんだよな。ミンドチェッカー。いや、でもね、やっぱ人数が入るとね、いてもおかしくないけど、ミンドシミュレーター。いや、今日はそうですよ。ミンドシミュレーター配信ですよ、こんなもんは。そうなんですよね。お!あ、これね。これはまだね、行く途中の、まず、そう。ローディング画面ですね。これみんな気持ちリスナーですから。ほら。でも、ただみんな僕がどれか分かってないんですよ。だから、ね、さまよってる。僕は完全に初期アバターですけど。よし。あ、気づいてるやつもいますね。わかんない。リスナー同士で争ってるのかもしれないけど。あ、僕の配信全然見ていいですよ。あ、なんか、やばい。うわ、怖い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 。何これ。やめろやめろ、何をしたってんだ。なんでみんな泣く。あ、ちょっと、あ、囲まない。動けない動けない。いや、動けなくなっちゃった。あ、ちょっと、助けて助けて動けない、ちょっと、ボッコボコになる。ちょっと待って、これどうやって脱出すんの、ちょっと待って、下から行く。あ、ダメだ、しゃがむことすらできない。マジで動けない。やめてください、平和の時に来ました。私は宣教師です。ちょ、やめるんだ。あ、何も生まない、それは。お、すごい、すごい移動方法で、かつてない移動方法。モーゼのように人の上を歩く。よし、逃げる、逃げる。くぁ、なんだこれは。なんだこれ、奥でバイトリーダーみたいなやつがサボらないか見張ってる。ちゃんと余すことなく殴ってるか見張ってるやつがいる、一人。ちょ、まあでも、もうすぐ始まるから、もうすぐ始まるから、ボコボコにされていく。胴上げみたいになってる。あ、よし、よし、バイトリーダー。あ、始まった。M で、よし、ここに集まろう。ポチンキ、やっぱポチンキは有名ですよね。ポチンキっていう場所が有名っぽいです。え、ピンどこに立った?左側に、あ、出てくるっぽい。こういうの、線でとかで出ないの?よし、怖え。まあでもね、別に行くだけなんでね、別に。ポチンキ、あれかな?あの左側に、あ、あれか。よし、おそらくあれだ。みんなポチンキに飛べ!おそらくあれですよね。それともあれ?ちょっと待って、確認しよう。あ、でも、目の前のとこっぽいな、多分。奥かな?目の前ですよね、これ。目の前じゃないか。あれか。怖え。あ、でも近づいてるから、多分奥だ。ん?あ、これだ。これがポチンキだ。うわあ!いっぱいいる!気持ち悪い!気持ち悪い!キモい、キモい、キモい、キモい。すごい!本当に、武装とかしなくていいから、じゃあ僕にたどり着いてもらおうかな、頑張って。すげえな、これ。キモすぎる。これ、ジャンプ。よし。登れ!よし。僕は象徴的な場所に行けばいいんだけど、象徴的な場所あるかな?すごい。いいですね。バイオの世界みたいですね。なんか早速、よし、集合だ!集まれ!みんな人混みの、人混み、ちょっとだけ蜜気をつけてきて、っていうのは殴られるかもしんないから、ちょっと過激派に。僕はヘンテコな格好してりゃよかったんだけど、初期山しか持ってないから。よし、人混みを目指せ!人混みを、おお、すごい、みんな集まってくる。オフ会だ、オフ会。オフ会。集まれ、集まれ。ちょ、お前、移動、やめろ。移動の目の前に来るな。トリッキーな動き、あんだけ速い動きってできない。うわー、すごい。こんなゲームなのか、PUBG。よし。なんかそんな怖い格好してるやつがいっぱいいるけど。よしよしよし。象徴的な場所ないかな。高台とか知らない、いい具合の。幹部が欲しい。あ、やばい、やばい、動けなくなるから、ちょっと、やめるんだ。終わる。助けて。ちょっと待って、違う。ちょっと、助けろ。違う。3!3! 散れ、お前ら。散れ、お前ら、王様の御前であると。飛ぶな、意味もなく。やることがないからって集まって飛ぶな。散れ、散れ、散れ。ソーシャルディスタンス保ってけ。散れ、散れ、散れ。動けねえんだ、バカ野郎。よし。そう、僕は、じゃあ、銃持ってけよ。怖いな。怖い。お前、じゃあ、幹部な、お前。撃つなよ、絶対。ちょ、なんだこれ、人を歩いていかないといけない。うわぁ!銃声が聞こえる!やばいかもしれない。怖い。え?うわぁ!グレネード投げたやつが、ダメだ!穴開きすぎる、みんな。ちょ、待って。
畳みたいになるな。お前らその状態、なんか、あー気持ち悪い。なんで、オフ会じゃないよ、こんな。あがめなくていい。まだそんなに僕、まだ功績してないから。まだペーペーのね、教祖様なんでいいよ、まだ。ちょっと待って。怖すぎる。ちょっと怖い怖い怖い。煙が立ってんのも怖かった、今、ちょうど。いい場所ないかな?いやーよかった。やっと動けるよ。いやね、これもある意味動物の森ですからね。集まってますから。お!なんか、あれ、指名手配みたいなのもあるんですね。あ、あの高台いいじゃん。あの高台っていうか、あそこ、来るな。いや、僕を越すな。あ、ここに集まってみんな。みんなここに集まってて。ここら辺に集まってて。僕はこの上からちょっと見下ろすから。よし、そこに集まっててくれ。頼みますよ。くそ。ふぅ。来んじゃねえ、お前。僕の配信を見ろ。あれ?これ上に、こっからじゃないか。どっから行くのかな?あ、ここじゃないな。すごいな。いいですね。なんかインターネットって感じですよね。なんか整地されてないけど、平和ではあるんだけど、なんか整地されきってない怖さがある。誰かが殴り出したらすぐに戦争が起きそうな恐ろしさがありますよね。これどうやって登るんだろう?ちょっと待ってくださいね。みんなそこで待って、お前どうやっていた?今、銃声が聞こえる。ちょっと今のやつ、一人僕を。え?怖い。怖い。空撃ちだよな。うわ、怖い怖い怖い。銃が撃たれてる。待ってる、教祖様の誕生待ってる。よし。あ、あった。ありがとう。怖え。ちょっと待って。テロが起きてる、テロが。テロの様子を見ないといけないから。よしよし。あ、よくぞ。さあ、降りるんだ。すごい。あ、そんなポーズできるんですね。ポーズ何ボタンかな?僕もなんかね、ポーズ設定したんですけど。あ、でも戦いは、血は流れてない。銃声は聞こえる。鎌持ったアフロ。うわっ!びっくりした。投げるんじゃねえ。視聴者全体に聞くんだ、それは。あ、車乗ってるやつがいる。いいですね。ガタガタしてますけど。側近として最も置くべきじゃないタイプのやつだな。お前みたいなやつに教えを解きに来たんだけど、ほら。怖い怖い怖い。なんでアフロはみんな怖いの?なんで下に行け下に行け。いやでもすごいですね、この現場。いや、校長先生の話を始めます。いや、これ教頭ということで。いや、皆さん、よく集まってくれました。ちょっと待って。生存97人ってことは、死んだ人いるな、これ。死んだやついますね。いや、皆さん、よくぞ集まってくれました。おい、ちょっとクラクション鳴らすな。おい。おい、テロ、普通に邪魔すんな。選挙活動中だから今。ねえ。ちゃんとね、静粛に聞いていただければいいと思いますけどね。なんかここに同じ政党の人たちみたいなボディーガードが集まってるのがいいですね。あ、銃声が聞こえる。怖い。撃たれてもおか、なんか火が放たれる。いやー、この情報がね、うわ、なんだこれは。情報が溢れた。昨今。いやー、わー、すごい、ひざまずいてますね。煙も焚かれて、これいいですね。本物のミサみたいになってきましたよ。情報が溢れてる昨今。いや、皆さん、次にね、持たないといけないのは、煙な、これ。誰だ、お交代って。強すぎるだろ、この煙。ねえ。いや、誰も見えてないかもしれない。あ、ちょ、落ちるな、何をするんだ。あ、でもね、やっぱみんなと土俵入り、ほら、僕を囲む形でひざまずけ。ひざ、あ、じゃあ、この車を使おう。ジョーカーみたいになろう。ジョーカーでそういうシーンがあったんです。ちょっと僕のね、進行状況、うわー、すごい。よし、よし。なんて完成されてない現場なんだ。あ、でもいい、いい。ちょ、乗るな乗るな。なんかクラブじゃねえんだぞ、ここは。あつま、距離を取れ、車から。車から距離を取れ。くっ。さあね。こいつ、白いやつが誰よりも譲らない。なんか、ハゲームみたいになってきて。ダメだ。やっぱ、あの場所が僕にはふさわしいようだ。ここはね、登れる人間が少ない。上のやつの佇まいがプロなんだけど。完全に素人じゃない。僕の進行方向に立つんじゃない。あ、よしよしよし。よしよしよし。ねえ。これから集会を行うから。待ってな、まったく。うわ、ジョーカーがいた、本物に。本物のジョーカーみたいなやつがいたよ。ちゃんと、クラウンのね。あ、いいね、ドア開いて。いやー、皆さんお待たせいたしました。お、ひざまずいた。邪魔だけど。いやー、皆さん、この、
YouTube 昔と違って情報は受動ではありません。能動的に自分で発掘し、能動的に自分で選ぶ時代になりました。この情報で溢れる世界において、何よりも大事なのはその先見性であり、アンテナ銃口を向けられております。銃口を向けられております。私ね、だからこそお前が一番目立ってる。一番近くでやるな、お前。僕が目立つべき場所なんだから、これね。だからこそ皆さん、その見る目、ここに集まった人間の見る目、それは確かなものでありますね。素晴らしい。その目を持ってる皆さん、間違いなく他の、お前、あ、奥で爆発まで起きてる。学級崩壊とかいう次元じゃないね、これに関しては。本当にスラムでもこれもっと落ち着いてると思うよね。目立ちたがりがいますけど、いいんです。これでね、目立ちたがりを見てないで僕を見てるでしょう、皆さん。この一挙手一投足だからここに集まったんでしょう。その眼差しこそが次の時代へと足を踏み入れる大事なキーなのでございます。皆様、そのキーを皆様持って次の時代へとアセンションしていきましょう。みんな集まってくれっていう宗教的な現場を作りたかったんだけど、それも成立してないくらい一番狙われてる。指名手配だもん、こんな。捕まる瞬間だもん、これ。大事件の後に首謀者が警察に取り囲まれて、やっとお縄にかかりましたって新聞の一面に載るんだから、これ。そして左側にこの銃を向けてるやつも下を脱いでいるから、おそらくね、もう敵の敵は味方みたいな感じで、ダークヒーローなんでしょうね、こいつは。こいつ落としてえな、このズレを使って落として、クソ。よし、じゃあちょっとあれですね、組み分けをしたい、皆様を。みんなを組み分けをしたい。カラーギャングみたいにしたいんですよ。で、遭遇したら殴り合うみたいなやつがやりたい。みんな銃を捨てろ。この世界に銃はいらない。銃をよこしな。僕銃持たせて。僕に銃をくれ。よし。下に降りることができないんだよ。自由の現場がないんだよ。もうこれ落ちるしかないからね。なんでこんな現場で排水の陣を敷かれてるんだ。よし、ナイス。いいよ、いいよ。いいよ。よ、ナメプ、ナメプ。あ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、でも弾がないな。弾も含めてくれると嬉しいよ。あ、いい、いい、いい。ヒメプって初めてされた。あ、いいね、いいね、いいね。みんなが本当に素手なのに。ああ、みんなひざまずいておるわ。いやー、最近僕ね、アキラを見たんですよ。アキラって漫画をね。いやー、そんな感じでね、宗教みたいな感じで、統治者になるんですけど、目立ちたがりがすぎる。目立ちたがりがすぎる割には、ちゃんとマスクしてるから偉いんだよ、あいつ。根は真面目なんですよ、あの子ね。うん、いやー、こんな感じのね、シーンがあるんですよ。こんな感じのシーンはないんですよ。あ、ちょっと待って、ここやばい、ポチンキがやばくなる、ちょっと。なんか赤くなってません？これ良くないよね。あ、ちょっと、お前、みんな逃げろ。正しい方向に行くぞ。やばい、青い、どっちが正しい、教えろ、僕に、導け。うわ、やばい、みんな逃げるぞ。やばい、やばい、やつが来た、警察が来たぞ。逃げろ、逃げろ。クソ、ポリの野郎よ。あったけ、自由、大人はこれだから嫌いだぜ。おい、みんな逃げるぞ、捕まんじゃねえぞ、みんな。クソ、これ、助かるか。クソ、画角にうざいくらいに入ってくる。画角に入らせないようにファースト一人称視点にしてやったぜ。いいね。これすごくないですか。いや、ホノルルマラソンかっていうくらいの景色でしょ、これ。あんまり PUBG でこんな並走する感じ見ないですけどね。うわー、怖い。なんで、あ、うわー、なんで、なんで爆撃、あ、今爆撃で逃げてんのか。そっかそっか。やばい、ちょ、車に乗せてくれ、僕を。おい、死んじゃなきゃ。うわー、怖い。これは食らったら死ぬんでしょ。結構な状況じゃない、特撮これ。ショッカー側だよね、しかも人数的に。じゃあ車をくれ。おい、主導者を置いていくな。おい、平和を愛せ、お前ら。僕を助けろ、僕の肉壁となる。あ、一番、あ、一番倫理観のなさそうな。よしよし、乗せるんだ。F だよね、 F。 よしよし、いいぞいいぞ、乗せろ。さあ進むんだ。さあ、よし、あ、ギリギリで食らうとこに止まるな。もう一歩、よしよしよし。てか、もう抜けられたのか。じゃあいいや。よーし、いや、みんなの協力があってな、助かることができた。遠足か、あいつ。ちょっとね、あと弾が欲しいな。みんなが武器持ってて僕持ってないの怖すぎるから。じゃ、囲むなら距離を保とう。みんな、マナ動け。一番、なんで一番裸なやつが一番近くに行くんだよ。なんだよ、このな、魔法陣が出来上がってんだよ。なあ、裸体のやつこそ近づくの、なんで、お前らこそ遠ざかるよ。よし。あ、いいよ、いいよ、いいよ。レッドサイト。あ、いらないね。よしよし、いいよ、いいよ。あ、お前らのも嫌だな、なんか、服とか手に入るのいいけど、お前らの服を調達してることになるから、だから裸が、
じゃあ裸のやつこそ忠誠心が高いのか、確かにこれ考えてみると。あれだな、これ弾が欲しい。あ、よし、弾を。あ、ちょっと動けない、動けない場合は発砲も辞さないぞ今後。ちょっと見せしめになってもらう、お前には。よし、ちょっと待って、お前ら道を開けろ、道を開けろ、おい道を開けろ。よしおい、よしすごいな。わあ、なんか一線警戒されてる。違うんです、今のはしょうがないでしょ、動けないから。僕がカメラで、僕こそ大事なんだから、この配信は。よし、ちょっと待ってくださいね。マップを見て、街に行こう、街で。いや、それとも今回はもう難しいかな、普通に。じゃあ、剣持ち派と、剣持ち派は、ついてきて、剣持ち派じゃないやつは、そこら辺にいて、で、次の収縮が収まったあたりで、勝ち合おうぜ。君ら剣持ち派ね。僕を、ちょっと安全地帯まで移動させてくれ。あ、乗れない。一人降りな。一人降りな。よし。よし、ちょっと、こっから移動してくれ。剣持ち派は、僕、この車についてくるんだ。この銃声を頼りに。あ、サプレッサーついてる。静かな。よし。で、僕と対抗して僕を取ろうっていう勢力は、この辺にいて、収縮と同時に、青い線と同時についてくる感じでお願いします。さあ。さあ、ちょっとね、今回はね、お試しなんで、次はまたね、集合して、今度はね、遭遇戦やりましょうか。カラーギャングみたいに分かれて、チームに分かれて。よし、君はあれですから、副リーダーですから。そう、街に行ってくる。ついてこれてるかな、ついてこれてるのか、単純にものすごい僕の、あ、でもあれだな、収縮速度的に普通に僕の反対派も走んないといけないから、多分ごっちゃだな。うわ、ちょ、待って、いや、え、もっと走ってくださっていい、走ってください。ちょっとね、ここら辺でいいよ。ここら辺に、ここは、じゃあ僕らはここに。で、他の奴らは違うところから来て。ここに集まった人。誰も来ないじゃん。違う、車の速度にね、誰が追いつけるって言うんですか。この車、右側ホイールないんだね。よし。ここにね、僕がね、到着した時点で戦いを始まるんで、車の速度には追いつけないと思うんで。さあ。まあね、で、時間差で僕のところに来ると思うんですけど、僕を狙うか否かで分かるんで。いやー、どうなるかな。お、すごい、マリオカートですよ。全く同じ車でね。さあ、君の運転技術にもいろいろ関わってるからね。さあ、しばらくして僕のね、軍勢が来るんで、それまでがちょっと怖いですよね。それまでいかに守られるか。いや、僕は本当に下手くそというか、全く知らない、やったことないくらいなもんで、このパソコン版に関しては。よし、ありがとう。ここを拠点としよう。もういいぞ、止めてくれて。よし、さあ。籠城ってか、上から来る景色が見たいな。これ上登れないかな。登れそうだな。すごい。すごい、側近じゃないけど。僕もね、武器を整えたいな。今ハンドガンしかないから、攻撃に関してはあれだけど、これ1か1か武器がほ…うわ、びっくりした、びっくりした。もう敵がいいのかと思った、こいつ。一望できるものが欲しいけど、来てるかな。まだ時間かかるよね。どうだろう、来れるのかな。怖え、嵐の前の静けさ。うわ、びっくりした、怖えな、お前。ホラーゲームじゃねえんだよ。ホラーゲームに似つかわないお前でも、この近距離ではホラーに十分なれるんだなって学びを得ましたね、今。これ降りれないかな、こっからは。降りれないか。軍勢来るかな、それとも、わかんねえな、ちょっと時間、ラグがわかんない。相手、敵対勢力として来るのか、それとも、これ何？あ、脱ぎ捨ててくれた、これもしかして。あ、ミリタリーブーツ着ましょう。僕、頭どうなってるかな。あー、ヘルメットもないのね。で、ベストは着て、何この格好、すごいな。あ、でもベスト、まあ何が何だか分かんないけど、銃が欲しいな。あ、今、あれですね、マスクがありました。マスクつけましょう。マスク大事なんで。あ、いいね。マスクつけましょう。よし、オッケー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 。これが大事。配信者はやっぱね、インフルエンサーに、これだけ人を集めるとね、ある程度その要素はあるんで。さあ、人が来るか。あ、来た！
あ、ただわかんない。怖え。敵か味方がわかんない。あの、ゾンビ映画で、怪我してるかわかんないやつが来るみたいな。え、味方だよな。お前、こう、退路を塞ぐな。アフロ。味方？お前味方か。味方っぽいな。味方じゃなかったら撃ってきますもんね。撃ってこられる可能性があるから、僕は遮蔽物のあるところに行こう。よし。剣持ち側と剣持ちと敵対する勢力、どれくらいの人数がいるから、まず成立してんのかもわかんないけど。あ、いいね。君ら、近衛兵だからね。守ってくださいね。もう、僕を守って死ぬなら、それはもう、ね、よくやったと言いたいものですよ。銃が、ハンドガン、大将がハンドガンしか持ってないのリアルだけどさ、自決用なんだよな、大体そういう場合って。銃声は聞こえない。てかこれ、銃声聞こえる？ちょっと待って、イヤホン両方にしよう。配信中僕大体、あ、銃が捧げられた。あ、銃が、銃声聞こえるな。え？あ、僕の足煙か。足煙？おい、来てる！あ、よし！やばい！早い！早い！怖い怖い怖い！なんで僕だと特定できた？僕だと特定される。服を着てるからか。一人だけ豪華な格好してるからか。え、こんなにグラフィックいいっけ。うわ、ちょっと待って、怖い、やめて、やめてください。死にたくない、死にたくない。あ、あー、逆に殺された。うわー、怖い。でも、つやま、今のはしょうがないから、どれが敵でどれがないか全くわかんない。ゾンビ映画かな。いや、バイオハザード2でこんな画面見たぞ。デスカメラ見ましょう、デスカメラ。